私はカナ、普通の大学2年生です。大学2年生で大学に慣れてきた頃ですが、気を抜かずに日々勉強を頑張っています。私は小中高と女子校育ちなので、出会いは全くありませんでした。大学に入ってからは数々の合コンに参加しました。その中でマサキという男性に出会い、付き合うことになりました。マサキはとても自信過剰な人で、最初はそこがかっこいいなって思ってましたが、まさかあんなことになるなんて思ってもみませんでした。不在着信。ねえ、何してるの？まさか寝てなんかないよね？今日記念日で一緒に夕食食べようって約束したの覚えてないの？ご飯作って待ってるんだけど。冷めちゃうよ。ねえ。不在着信。もういい。寝る。カナごめん。もう寝た？何？寝てたわよ。ごめん。ご飯食べに行くって言ってたのに、すっぽかしてしまった。本当に、冷めちゃったわよ。今、何時だと思ってるの？もう、夜中の1時なんだよ。付き合って、1年の記念日だったのに。ごめん。忘れてたんだ。それで、なんで来れなかったの？理由は？それがさ、バイトだったんだけど、バイト帰りに、サキに会ったんだ。待って、サキってあのサキ？前に付き合ってた人だよね。そう、バイト終わりに急に声をかけられたんだ。で、それでどうしたのよ？俺たち、ひどい別れ方したんだ。俺はそのことでずっと後悔していたんだ。このままだったら嫌だったから。だから俺から食事に誘った。は？まさきから誘ったの？ただの元カノでしょ？食事に誘う意味がわかんないんだけど。だってあのままの別れ方だったら後悔すると思ったし、もう二度と話せないと思ったんだ。だからって今の彼女である私に連絡の一本ぐらいはよこすでしょ？本当にごめん。俺はどうしても話がしたかったんだ。あ、そう。で、その彼女との食事より話がしたかったって何を話したかったってわけ？私、知らないんだけど、あなたとサキが別れた原因、何なの？誠に言いづらいな。言いづらいんだけど、俺の浮気がバレて別れたんだ。は？浮気？そう。しかも俺、そん時三股してたんだよね。は？マジで？えぐいね。でもこれは過去の話だ。今はちゃんと一人しか付き合ってない。カナだけなんだ。それは信じてくれ。な！呆れたわ。それでサキとは食事の後、どうしたのよ。まあ、あの時は浮気して悪かったって言って、ずっと気になってたって言って、ごめんって謝ったんだ。それだけ？まあ、それで話していたら、俺やっぱり優しいサキが好きだったなーって思って、それを言ったら、サキも嬉しいって言ってくれて。ふーん。で、こんな夜中に連絡してきたんだ。マジで無神経だね。で、今どこにいんのよ。ごめん。今はサキの家。俺の隣でサキが寝てる。お前やばいで。もう呆れた。言う言葉見つからないんだけど。カナ、本当にごめん。本当に悪いと思ってるんだ。でも俺、やっぱりサキが好きなんだ。だから、サキとやり直したいと思ってる。だから、俺と別れてくれ。ああ、呆れた、呆れた。わかったわ。別れましょ。正直もうそろそろ、別れようかなって思ってたとこだし、ちょうどよかったわ。え？てか、あなたが今やってることって、立派な浮気だからね。わかってんの？てかさ、彼女との記念日すっぽかして、
元カノのところへ行く神経がまずどうかしているわ。頭大丈夫？そんな男、こっちから願い下げだっつーの。そっちから離れてくれてよかったわ。本当にごめん。カナには本当に悪いことをしてると思ってる。でも今の俺はサキを守っていかなくちゃならないんだ。カナのことは本当に愛していたよ。でも今はサキが好きなんだ。俺はこれからサキと幸せになるよ。はぁ、どうぞご勝手に。もうどうでもよいので、もう二度と連絡してこないでくれる？わかった。俺がこんなこと言うのもあれだけど、カナも違う人見つけて幸せになれよな。はぁ？あんたに言われなくてもそうするわよ。そうだな。じゃあな。私はその後すぐにマサキの連絡先を削除しました。そして私の家にあったマサキのものをすべて捨てました。歯ブラシもパジャマもマサキがゲーセンで取ってきたおもちゃも全部捨てました。私はすっきりして改めて大学生活を楽しもうと思い、2週間が経ちました。なぜか消したはずの電話番号から鬼のように着信が入るのです。不在着信。なんで電話に出ないんだよ、カナ。ああ、電話番号を消したのに LINE を削除するのを忘れてたわ。なんでそんなことをするんだ、この白状者。俺たちは一度は愛し合っていただろ。その愛はそんなすぐに終わるものなのか。いやいや、頭いかれてんの？あんな別れ方した元彼のことなんか、何にも思ってないに決まってるでしょ？そんなこと言うなよ。てか、今さら何？俺さ、先に振られたんだ。あ、そう。私たち別れたの、2週間前だったと思うけど、早くない？そうなんだよ。聞いてくれよ。俺先に、めっちゃひどいことされたんだ。本当にあいつ最低だよ。私からしたらあなたの方が最低だと思ったけどね。どんなひどいこと？サキは俺に復讐をしたかったみたいなんだ。俺のこと今でも好きって言ってくれたのに、また俺と一緒になれて嬉しいって言ってたのにさ。俺がサキのことが完全に好きって分かったら速攻捨てられたんだ。あの時の私の気持ちが分かった？ってね。あいつ本当にひどい。なあ、カナもそうは思わないか？いや、何言ってんの？あんたも同じひどいことしてるでしょうが、自業自得すぎて話にならんわ。そんな、お前も俺にひどいことをするのか？冷たいぞ。そんなの当たり前じゃない。別れてるのに興味ないわよ、あなたになって。はあ？ごめん、カナには悪いことをしたよ、本当に。ほう、あなたにしては良い心がけね。褒めるわ。なあ、やっぱり俺カナが好きだ。カナしかいないんだよ。離れて気がついたんだ。俺はカナを守ってやらなくちゃならないってね。は？マジで何言ってんの？怖いんだけど。俺は一人になって気がついたんだ。カナの手料理とか、布団の温かさ、カナの心の優しさに気づいたんだ。なあ、本当に俺が悪かった。愛しているのはカナだけなんだ。これは本当だ。お前しかもういないんだ。私はもう、マサキのことを愛してないわ。興味も一切ない。照れてんのか？強がんじゃねえよ。もう一度やり直そう。俺たちなら大丈夫。絶対嫌。そんなこと言うなよ。俺たちの愛は2週間で冷めるものだったのかよ。よく言うわね。2時間の元カノとの食事でコロッと元カノに心奪われていったくせに、平気で女をコロコロ変える男とはごめんだわ。それはもう過去だ。もうこれからはしない。だからもう一度俺とやり直してくれ。絶対に嫌。
それにもう私は付き合えないわよ。私はあなたに言われた通りにしたので。え？言われた通りって？まさき私に新しい恋して幸せになれって言ったでしょ？ああ、言ったっけか？だからもう見つけたのよ。新しい彼をね。は？どこのドイツだよ、それ。同じサークルの A 君よ。私があなたと別れてフリーになりましたって言ったら、食事に誘われてね。それで、あなたの浮気話をネタに話してたの。そしたら、じゃあ、俺と付き合ってよって言われたから、付き合うことにしたのよ。だからもう、あなたに振り向くことはないわ。はっきり言って用済み。でも、あなたの浮気話のおかげで、付き合うことができたんだし、それに関しては感謝してるわ。一応礼を言っておくわね。お前、そんな奴だったのか？別れてすぐ、違う男を作れる奴だったのかよ。あんたに言われたくないんだけど。まあ、とりあえず俺と付き合わなくていいから、家に置いてくれないか？は？俺、前お前の家に住んでたじゃないか？ああ、そんなこともあったわね。あんた、親からの仕送り、全部キャバクラにつぎ込んでたから、家、なかったもんね。そうなんだ。それで今、さきの家も追い出されてしまってさ、漫画喫茶を転々としているんだ。住むところがなくて。はあ、呆れた。これだからクズは。いい加減ちゃんとバイトして、ちゃんとした家借りたら？自分の力で。そんなこと言うなよ。俺だって頑張ってるんだ。お前が家に住まわしてくれれば済む話なんだ。そんなに難しいことじゃないだろ。いやよ。あなた、前私の家に住んでた時に一銭も家賃出さなかったくせに、それになんで彼氏でもない奴と一緒に住まなくちゃいけないの？彼氏は無理でも友人としてなら大丈夫だろ。それにあの時は付き合ってたから、彼女が彼氏に尽くすのが当然だろ。俺は愛を与えているんだから、トントンだろ。だいたいお金の話なんて持ってくるなよな。じゃあ、まあもう私たちには愛なんてないので、住むにしても家賃をちゃんと払えるわよね。それは、てか、住まわせるわけないじゃん。何考えてんの。それに今後は A 君が遊びに来たりするんだから、元彼と一緒に住んでるとかなるの、本当に考えられないから嫌なの。そんなこと言うなよ。冷たいな。はあ？もう何とでも言えば？もう、どうでもいいし、あんたのことなんて。てか、私こんな奴と付き合ってたの？マジでありえないわ。別れて正解だった。もう、連絡してこないでくれる？そんなこと言うなって。カナ！うるさい。じゃ、待ってくれ。それから私は、まさきの LINE をブロックし、そのまま削除しました。何だったんでしょうか。私が、まさきと付き合っていた一年間は、返してほしいものですが、まあ、帰ってこないので、私は A 君と新たなストーリーを刻んでいこうと思います。